はい、速稼塾の久保でございます。今回はね、個別動画ということでテーマいただきました。いや、来ましたね。これ待ってましたって感じなんですよ。まあ、私は今隠居しておりますけども、2013年から速稼塾っていうね、インターネットビジネススクールを始めました。この速稼塾の私が特徴としているのはワントゥーワン動画ですよね。ワントゥーワンです。私がある特定の一人の人に動画をトゥー送るってことなんですよ。具体的にどういうことかっていうと、速稼塾を始めると質問がポロポロ来だすわけですよね。当然ですけども、その質問っていうのは24時間いつ来るか分かんない、メールで来たり Facebook のメッセンジャーで来たりするわけなんですけども、それに対してすぐにですね、10分以内に私は常に動画で返すということを決めてたんですよ。深夜だろうが何だろうが、寝ていても飛び起きて動画を撮って、その方のために一つの動画を送るということでアンサーしてました。だからね、個別動画ってその時からやってるんですよ。でこれのいいところっていうのは、やっぱりね、質問して返信が来るのが何日か後かなとかね、翌朝かなと思ってる人にもう来たみたいなことを思わせることができるんです。しかも動画で分かりやすいと、で熱意も伝わるわけなんですよ。動画ってわざわざ作ってすごく手間がかかるように思われてるし、動画を作るのってみんな多くの方が抵抗があるんですよね。だからハードルが高いと思っていただけるところに動画でメッセージ、その人のために一本の動画行くわけなんですよ。で質問も安心していきますよね。すごく分かりやすい、動画のキャプチャーとかも送ってくるわけですし、私がこうやって特別講義をね、10分とか30分したのを送ってくる場合もあるんですよ。そうすることによって何が起きるかっていうと、私に質問した方っていうのは私の動画の個別返信のストックが溜まっていって、それが一つのカリキュラムとかコンテンツになるってことなんですよ。ですので私は100人の生徒さんがいらっしゃったら100通りの速稼塾っていうのを作ってるわけなんですよね。だから個別返信動画はむちゃくちゃ多いんですよ。その他にもいろんなメリットがあります。まあ、メリットの前にお話しすると、個別動画返信に関しましてはプライベートな個人的な内容を含むことが多いんで、限定公開の方が圧倒的に多いです。作成する動画の過半数7割ぐらいが限定公開なんで、その人にしか見れないものです。残りの3割っていうのは他の方が見てもいいようなもの、もしくは他の方にわざと見せるようなものを作ってるんですよ。私今動画でもあると思いますけども、特定の名前を言わずに出しますねっていう風な返信をすることがあると思うんですよ。これっていうのは一人の人にもお答えするんだけども、同じような質問疑問を持っている方がたくさんいると思うので、A さんに対しての個別返信動画なんだけども、 A さんという名前を出さずに多くの方に見ていただけるようにわざと作ってるんですよね。そうすることによって、じゃあメリットになりますけども、これね、私が一人の人に誠実にっていうかね、誠実に自分でも恥ずかしいんですけども、一生懸命答えてるのが客観的にも見えるじゃないですか。この人一人のために本当に動画作ってんだ、もしかしたら自分も質問したらこういうふうにしてくれるんではないだろうか、よし質問してみようって感じでアクションが起こせるんですよ。何もね、私の人気を広めたいってわけではなくて、その人、勇気が出ない人に対して自分も質問してみて動画の返信をいただいてみようっていうふうに思うんですよ。それで私は一本もこれをやらなかったことがないです。質問に対して動画で返さなかったことがないということなんですよ。でその結果ですね、やっぱり新しい信頼を抱いていただいたりとか、他の塾ではやってないよね、こんな手間のかかることみんなやらないんですけども、手間のかからないことをやってもっと手間がかかってるのが現状だと思うんですよ。で私はね、最も手間がかかんないのがこのワントゥーワン動画だと思います。なぜなら、この一人の人をね、大切にできずに、じゃあ1万人に対して訴えかけることできるのかなと思ってるんですよ。でワントゥーワンがこの一人の人に対して一生懸命やるっていうのが情報発信者としては基本だと思います。でそれができるようになったら、1人の人が10人の方に同時に語りかけていくってことになると思いますけども、それが突破できたら1人対1000人とか1人対1万人っていうのがやっとできるのかなと思うんですよ。で多くの方ってチャンネル登録者数がね、100人とかっていうのに不満を持ったりとか、それが1ヶ月間伸びないってことにものすごくね、力のなさを感じるんですけども、それは当たり前ですよ。1人のためにやってないんですよ。だからなんとなくね、情報発信してもダメで、誰に向けてやってるのか、自分のチャンネル登録者数の方がだいたいね、男性なのか女性なのか、年代はどこなのか、どんな趣味を持っていて何に困ってるのかってことが分かりながら喋っていると、誰かに対して訴えかけることができるんですよ。でもね、なんとなく時事ネタを、なんとなく流行り物を、なんとなくその辺の動画をってことで上げていても、誰の胸にも突き刺さらないんですよ。で突き刺さるとしたらすごく偶然で、その偶然を当てにしている以上、いつになったら自分のビジネスが成立するのかってことが全然分かんなくなってくるんですよね。ですから私はとりあえず目の前の一人の人に命をかけていきます。今回もそうですけども、一人の人をターゲットにした動画を2本か3本もうすでに撮ってるわけですよ、この動画の前に。
深夜1時に起きてね、2時ぐらいにはもう3本取り上げてるわけですよ。その人一人を主人公にして久保哲郎が紹介することによって、紹介された人はものすごく、もう気持ちも盛り上がるでしょうし、またやっていきたいなっていうふうな動画を作る意欲にもなると思うんですよ。そして多分私の方に紹介ありがとうございましたっていう動画を撮ってくるんですよね。そうすることによって動画の本数が増えていって、一部のね盛り上がりができるわけじゃないですか。その盛り上がりを外から見てた人も中に入りたいなと思う、そういう効果も狙ってるんですよ。はい、皆さんいかがでしょうか。一人の人に尽くすことができるでしょうか。今回ね、個別動画の本当素晴らしさっていうのをお伝えしたつもりだったんですけども、今日はおまけでのもう一個お話しましょうか。プレゼント企画です。実は私はですね、プレゼント企画っていうのを結構やるんですけども、プレゼントって高いものたくさんとかって出せないわけですよ。ヒカルさんみたいにね、ヒカルさんみたいにそんなプレイステーションを100台プレゼントとかできるわけないじゃないですか。お金がすごくかかりますし、発送の手間もあるんで。で、私はですね、こういうふうにしてるんですよ。プレゼントを1個とかね、多くても10個、こういったものを視聴者さんにプレゼントすることによって、実際に応募してくる視聴者さんとプレゼントの数が結構ねマッチングするんですよ。で、私が今最大で出してるのが10個ぐらいのプレゼントなんですけども、応募者30人ぐらいなんですよ。3人に1人が当たるんですよね。だからものすごく期待を持ってプレゼント企画に応募してくれますし、その時に普段の感想も書いてくれますし、なんならね、チャンネル登録してない人も応募してくるんで、それがチャンネル登録のきっかけになるわけですよ。だからね、私常々言いますけども、多数決より少数決なんですよ。これはね、効率悪くないですかっていう人に言いたい、2つ言いたい。今はね、少数派の時代、パーソナルな時代なんで、自分一人にケアしてくれる人、自分一人に心を傾けてくれる人にものすごくね信頼関係を抱くんで、私は少数の人に対してのアプローチが最大の私たちの武器だと思います。この個人で発信する人の武器だと思います。で、もう一つのメリットなんですけども、なんかね、個別動画って効率いいんですよ。前もお話ししましたけども、私ね、1本の動画を1時間の動画をある人に1個送りました。そして1時間のセールス動画をもう1個送りました。この2再生で30万っていうのがね、ずいぶん前にあるわけですよ。それからというもの、それが当たり前になってきましたけどね。その時は 1件しかそういう事案なかったんですけど、もう今では数十件そういうのがあります。個別で動画を一生懸命ね、1時間クラスのやつを1人の方のためにずっとお答えしていると、そういうものをだいたい2本か3本繰り返すと、もう久保さんの速稼塾に入りますとか、個別コンサルを受けさせてくださいっていうふうに私は提案してないんですよ。その方が私にそれを作ってください、やってくださいっていうふうに依頼が来るんですよ。商品を作ってくださいって依頼が、自分のためにコンサルを作ってくださいって依頼が来るんで、じゃあ作りましょう、どういうものに行きましょうかねって形でやるんですよ。で、それを突き詰めたのが速稼塾の最上級コースって言って、まあ、価格がちょっと高いんですけども、ただ10年後から支払いを始めるか、10年後からどうするかを決めてくださいっていう支払い方なんですよ。もちろん頭金はあります。頭金は一部あるんですけども、基本的な支払いは10年後からなんですよ。10年かけて自分の、ね、資金活動を始めてビジネスを成立させて、そして儲かったら儲かった時から払ってもいいけども、まあ、10年後にね、その10年を振り返って、久保さんのおかげで儲かったんだろうかどうだろうか、久保さんのおかげで成功したんだろうかってことを感じて考えて、その時点から支払い始めるか、まあとんずらしても払わなくても全然いいですよと、あなたが儲かれば私にその恩恵が来なくても全然構いませんよってお話をして、10年後支払いっていうのをやってるんですよ。これもなんか他の人やんないでしょ。なんかね、プロダクトローンチみたいなセールス動画をいろんな方作ってると思いますけども、支払いは10年後でみたいなのやんないですよね。30年ローンとか、もうとにかくね、払わないと教えないみたいな、ケチな、私から見たらケチな根性なんですよ。何なんですかね、高いお金を踏んだくるためにいろんなプロモーション仕掛けて、その気にさせて心を揺さぶっといてね、自分が真っ先にお金もらおうとしてる情報発信者とかって、本当ね、ええ加減せよと思いますよね。ええ加減せよと思ってるだけで、別にね、やってる人を批判はしないですけども、いや批判してるのかなこれは。いや本当にね、稼ぐネタを発信してる人って金がない人が多すぎるんですよ。でしかもそういう人についていく人も多いというね、そんなね、ちょっとこう誰か分かんないですけども、世の中に不満を訴えかける紙面になってしまいました。はい、すみません、話戻しますけども、個別動画ってむちゃくちゃいいと思います。なんせやってる方が何を話せばいいのかってことが明確になるんで、アウトプットのものすごくいい練習になります。そして個別動画を送られた人はむちゃくちゃ感動します。何度もそういう声をいただきました。本当に自分のために動画を撮ってくださるなんてありがとうございますとかね、速稼塾の久保さんが私のためにみたいなことも言ってくださるんですよ。
だからね、個別動画、この動画を見終わった後、個別動画を誰かのために撮ることをお勧めします。そしてね、誰に送ればいいのか分かんない、誰の個別動画を撮るのか分かんない人がいるとしたら、動画発信ってことをね、真面目に考えたことがなかったんじゃないかなっていうふうに、まあ、思い返してですね、私に個別動画を送ってみてください。そうすると私も個別動画を送り返します。で、よろしかったらこれでリレーが始まればナイスだと思いますよね。吉谷さんとやってるようなリレーがそこでも始まるみたいなことがあったら私は大歓迎でございます。それでは失礼します。